ブンブン。ハロー YouTube。どうも、それです。今回は2020年の末頃から話題になっていたブラウザアプリ、スムーズのサービスが終了することになりましたのでご紹介したいと思います。そもそもこのスムーズというアプリはアスツールという国内のメーカーが作っているブラウザアプリで今画面に表示しているのがその公式ページになります。この公式ページの方にもプロダクトということで 昨年から話題になっているこのスムーズのほか、在庫速報 .com というアプリが提供されています。問題になっているのはこのスムーズの方で、アプリとしましては少し特殊なブラウザアプリとなっており、一般的な Chrome だったり、Safari だったりとは違い、文字入力の頻度を減らしたり、操作性を重視したりと、とにかく Web ブ,ブラウンジングがしやすいということで、もともと使っていた方も多いかと思います。 ただ、このアプリ、何が問題になっていたかというと、勝手にユーザーのブラウザ閲覧情報をサーバーの方に転送していたということが明らかになったのが問題の発端でした。この問題が指摘された後、アスツールの加藤社長の方からデータは収集しているものの、プライバシー関係のデータは収集していないというふうなコメントがあったものの、さらに調査を進めた結果、実際にはブラウザをプライベートモードに切り替えて使った場合、 プライベートモードというのは閲覧情報が誰からも見られないようにする様々なブラウザに搭載されている機能で本来であればこの機能を使っている場合閲覧情報はどこにも転送されてはいけないんですがその状態であってもこのスムーズというアプリは外部のサーバーにデータを転送していることが明らかになりましたそういったこともあってその直後からこのスムーズというアプリは App Store や Google Play の方からも公開が停止になっており すでにインストールされている方がこのアプリを起動した場合使わないようにとメッセージが出ていたんですがここに来て2020年の年末になりさらに状況が変化しサービス自体を停止するという発表がありましたこのアプリはプレミアム会員は有料で全機能を使えるというサービスになっておりお金を払っている人も多かったんですが2020年の12月分からの利用料金につきましては返金するというふうに案内がありますので もし問題が発生する直後、このスムーズに課金してしまった場合は、返金を申請すれば対応してもらうことが可能になります。そして何と言っても気になるのが、外部サーバーに転送していたこのスムーズを使った各ウェブサイトの閲覧情報。この情報がさらにもっと他のところ、何か犯罪組織などに渡っていないのかというところが気になるかと思います。こちらにつきましても昨年末、スムーズの方から発表があり、スムーズの開発元である、 アスツールの方から発表があり、現時点では個人情報が外部へ流出した形跡はないとのことですので、アスツールの発表を信じるならば、特に流出した情報が犯罪に使われる可能性は低いかと思います。ということで、この問題かなり炎上しており、スムーズを使っていた方は、自分の閲覧データが悪用されるのではということを心配されている方も多いかと思いますが、公式に発表された情報によりますと、そういったことは心配する必要はないようです。 本来であれば問題が指摘されたと不具合を修正し再度アプリストアに公開というのが通常の流れかと思いますがもう今後はサービス自を終了してしまうという判断になっているようです考えられる要因としましてはまず今回の不具合の原因がかなり多岐に及んでおり修正にはかなりの時間とコストがかかるというところが一つさらにはここまで話題になってしまい公開を再開したとしてももう使ってもらえないのではという懸念点があるというのが 二つ目の理由かと思います。いずれにしろ、このアプリをインストールしている方がやるべきなのは、まずアプリを削除して、もう使わないようにするということが必ず必要になります。そして、課金してプレミアム会員になってしまった方は、すべての期間が対象ではありませんが、公開直前の期間であれば、非公開になる直前の期間課金してしまったという方であれば、返金処理に応じてもらうことができますので、返金を申請するということが重要かと思います。 なお、すでにサーバーの方に転送されてしまったデータにつきましては削除済みとのことですので、これまでも外部に転送された形跡はなく、また、すでに収集されているデータにつきましても削除されているということですので、そこまで心配する必要はないかと思います。ということで、今回は昨年末からかなり話題になっていた、勝手に閲覧情報がサーバーの方に転送されているという不具合を起こしていたスムーズ。このアプリの最新情報につきましてご紹介しました。 どうも YouTube などを見ていますと、このスムーズの会社の方から提供を受け、このアプリを紹介している方も多数いらっしゃったようですが、もしそういった YouTuber の方の動画を見て、スムーズをスマホに入れてしまったという方は、忘れないように削除していくことをお勧めします。なお、少し気になったのは、このスムーズの提供モデルであるアスツールの公式サイト。こちらの方には、スムーズ以外にも、在庫速報 .com というアプリが掲載されているんですが、 こちらの詳細情報を確認しようと、このもっと見るというところをクリックしたところ、このようにページが全く表示されない状態になっています。今のところ、こちらの方のアプリに何か問題が起きているという情報はありませんので、ただ単にサーバーをメンテナンスしているだけかもしれませんが、こちらにつきましても何か最新情報がありましたら、改めて別の動画でご紹介したいと思います。今回は以上です。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。